3月、ホームセンターなどにバラが並んでいます。ここでは、売れ残ったかわいそうなバラたちを紹介します。花が終わった程度の売れ残りなら問題ないのですが、お店に放置されたり、お店の店員の管理が悪く、かわいそうなバラたちです。これは、埼玉県の販売所です。画像を、よく見ていてください。何か異常に気づくことはありませんか？これです。喉頭眼腫ができています。他の株も見てみましょう。ここにもありました。これはミニバラたちですが、接ぎ木内で接ぎ木部分から眼腫が出ていました。このバラたちは秋ぐらいからの売れ残りで、水くれだけで放置されたのでしょう。ミニバラは挿し木が多いのですが、接ぎ木内なので高価だったはずです。これは挿し木内です。次に群馬県のあるホームセンターに行ってみました。ここはハイブリッドやつるバラがありました。値段がついているのでまだ販売中です。ここは売れ残りの値引きされている棚です。バラは芳醇ですが、茎の部分が病気になっていました。なんと、これは枯れているように見えます。アップしてみます。やっぱり枯れています。店員さんは気づいているのでしょうか。これもです。とても悲しいです。店員さんの商品の管理がずさんなのでしょう。ところで、昨年1月3日にミニバラの売れ残りを買いました。60円という値札がついていて、バラが私を買って、私を助けてと言っていました。あまりにもかわいそうだったので買ってしまいました。その時の画像はないのですが、これは3月30日の様子です。次は5月30日、そして9月25日です。すくすく育ち、とっても美しい花を咲かせてくれました。バラの恩返しだと思っています。品種はチュチュオプティマです。ご視聴ありがとうございました。